ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を高齢者にしたいなと思って起爆剤の情報を配信しているところであります。今日は2023年9月の27日水曜日、今日は人生にもっと笑いよ、人生にもっと感動シリーズの中の第2弾です。今日は NHK ラジオ深夜便の9月号、2023年今月号ですね、9月号の中から、ぼやき川柳を言ってみたいと思います。選者は大西康代さん。20代から川柳を始め、その鮮烈な作品は他の文芸ジャンルからも高い評価を得ているという大西康代さんです。まあ NHK の深夜便のラジオでもですね、やっておられますし、この深夜便のこの本雑誌の中にもね、ありますので、今日は行ってみたいと思います。お題が香る、何々が香る、こう香るですね、花が香るともいいですね、香るというのがお題です。倦怠期ちょっと多めに香辛料、倦怠期ちょっと多めに香辛料、寸評少しだれてきたと違うと感じたらすかさず香辛料を振りかけるのです。それも多めに、ピリッと新鮮です。はあ、いいですね。倦怠期ちょっと多めに香辛料か。はあ、いいやり方なんでしょうね。うん、ちょっとピリッとするとこはね、いいですね。はい、香るで肉目いってみたいと思います。パタパタとうなぎの香り負けへんで、パタパタとうなぎの香り負けへんで、負けへんでとは何と勝負なさっているのでしょうか。高いうなぎは食べずとも心意気さえあればよしかな。パタパタとうなぎの香り負けへんでってね、いやー、うなぎの香りというのはね、いやー、ほんと腹がグーとなっちゃいますよね。でまあ食べると元気になりますからね。はい、3句目行ってみたいと思います。香るです、題は。新緑の香る真ん中、待ちぼうけ。新緑の香る真ん中、待ちぼうけ。寸評、あらら、お気の毒。躍動的な季節なのに、身動きできないなんて辛いこと。でも、どんな人が来るのか見てみたい。新鮮の香る真ん中、待ちぼうけ。どんな人が来るんでしょうかね。いやいやいや。私もどんな人がチャンネル登録してくれるんかなって会ってみたいものではあります。機会があったらみやちゃんとぜひお会いしましょう。ごきげんよう。